日本を代表するコピーライターをゲストに、コピーの話はもちろん様々なテーマを新しい視点で。東京コピーライターズクラブプレゼンツ、コピーライターに聞けポッドキャスト。今回のナビゲーターは TCC 会員柴田修司です。立ち会いは TCC 会員木村亜希さんです。渡辺千佳さんの第2回、学生時代から九州へ行くまでのお話を聞いてみました。広告には学生時代から興味がありまして、はい、今はなき広告批評の広告学校っていうのがあったんですよ。はい、ありましたね。あれの49期月組っていうのに行って、その時の先生が、そう、鈴木さんと、あと、あの、で谷山さんで、さくらさんが先生で、うん、すごいなんか豪華です、ね、すごい豪華ですね。で全然褒められなくて、もう本当私はコピーライターが向いてないんだなっていうのをあーってしてたんですけど、まあ、広告は好きで、いろいろなんかウェブ系の分野とか、はい、やってたりとかして、でそれ運よく電通に入ることができて、でお前はクリエイティブだねってなって、ああそうなんですかってなって、初年度クリエイティブ配属が始まった年なんですよね。1年目から、ね、1年目からで、そこからずっとぬくぬくした、クリエイティブぬく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 一番今思うと一番ダメなやつが育つパターンだったんですけど、本当甘やかされて、もう3年間いや、もうちゃんとですね、クリエイティブに初年度から配属されて、優秀な子 めちゃくちゃいっぱいいるんですけど、私はすごいなんかポンコツの極みみたいになってて、なんかこう、なんかこう自分がコピーライターなのか分かんなかったんですよ。コピーライターって言われて、うん、でも私コピー下手って言われるしなってどうしようって、はい、あの広告批評の時も全然褒められなかったし、うん、プランナーなのかなって。その時ってコミュニケーションデザイン全盛期だったんですよ、私が入った時って。そうですよね、本当に。それでなんかそういうちょっと企画系のことやりたいとか言って、反則会議賞とか出したりとかして、うん、なんかもらったりとかして、そうですね、企画っぽいもの向いてんのかなとか思ってたんですけど、それですごいなんかどっちつかずの中途半端な、自分って何なんだろうかよく分かんないコピーライター、肩書きはコピーライターなんだけど、うん、なんかよくわかんないみたいな、クリエイティブにはいるけどみたいなので、なんかもうぼやっとしてたのが3年間なので、ただそれでたまたま九州に出向する機会があって、九州に行って、でそこで超ドメスティックな広告が多いので、そこでボコボコに叩き込まれた感じでしたね、うん、コピーとはこういうもんであって、うん、なるほど。っていうか書け、っていうか手を動かせ、てか書け、動かせ、ボディ書けみたいな、今永さんにこうパシ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 ってされながら、書けお電話されて九州って本当に何でもやるんですよ、皆さん。見積もりの叩きから、設定から、でプロダクションとの細かいやりとか、なんかもう本当にいろんなことをやられるんで、すごく皆さんこうオールマイティーというか器用な方が多くって、うん、できる芸の幅もすごいんですよ。だからひたりさんとかって、はい、面白系ですごい有名なんですけど、ものすごいきちっとしたコピーもめちゃくちゃうまいんですよ。で皆さんみんなそんな感じなので、はい、今永さんもそういうノリで仕事を振ってくるんですよ。なるほど。でも東京からやってきたポンコツじゃないですか。まあ分かんないですけど。それで今永さんはお前ポンコツだなって言って全然できねえなお前ってすごい言われながらすいませんって言いながら、こうでもこんなのどうですかねって言いながら、うん、来ないって言って、こんなのどう、なんか来ないんだよねっていう来ないってなんだろうっていう来ないってもう全方向を攻めるしかないじゃないですか、うん、そしてそれでなんか右往左往されながらすごい叩き上げられた感じですね。そしたらずっと私コピー書けないって思ってたんですけども、なんか変な 文章がめちゃくちゃうまいねっていうのを今永さんが気づいたんですよ。なるほど。なんか長い文章とか、あとは短くてもなんか変な世界観を作るよねっていうので、お前なんか気持ち悪いコピー書くなって言われて、褒め言葉です。でこっち側だったらいけんじゃないかっていうので、なんか2人でなんか気持ち悪い
あの大分県のポスターとか作ったりとかして気持ち悪い大分県のポスターなんか商店街ポスターを作ろうみたいなのが大分であって、はいはい、その時に草加さんが CD になった、はい、やっぱ草加さんしずる草加さん的な方向性で作んなきゃいけないんですけど、あのちょっと面白い方向を狙ってて、それに今永さんと私は真っ向から反抗して、うん、長文書きたいんじゃって言って、うん、なんだっけな、5シリーズだったんですけど、大分の商店街でボロボロな女が再生する物語5シリーズっていうので、手汗がひどくて離婚された女の話とかですねそういうのを5本ぐらい、もう商店街の人からしていい迷惑だったんです。 今思って本当ごめんって思って本当ごめんって思いながら、その時に今永さんと超お前超面白いなってなって、こういうの書くのすっごい早いよねってなったんです。なるほど。でなんか、あ、私文章は変なのだけど書くのは楽しいなって思ったんですよね。うん、そう、書けるなっていうより、あ、楽しいなっていうふうに思って、で、まあ、そこから、まあ、バスの仕事につながっていって、コピーライターとして自覚していくことになったっていうので、割となんか目覚めは最近というか、ずっとすごい右往左往してたんですけど、やっぱこの仕事って好きじゃないとやっていけないので、うん、あ、好きだなって思った瞬間はすごい、その文章書くのが、物書くのが楽しいなって思った瞬間で、うん、で、あ、コピーライターって面白いかもって思って、あ、ちゃんとコピーライターと向き合ってみようって思ったのがやっぱ九州でしたね。うんうん、なんでまだほやほやです。ほやほや右往曲折いっぱいあって、ほやほや。例えばあのバス周り の, あの取材ノート、あーそうですね、あれもすごく読み物として面白くて、あ、取材ノート、そうそう、あれはそうですね、面白い、取材面白いなって思ったのもあれですね、やっぱり、うん、いろいろ土台はいっぱい、九州の仕事ってやっぱり地域の仕事が多いんで、山梨県民じゃないですか、わかんないんですよね、小倉の流通とか、はい、知らんがな小倉って。だからその現地の人に小倉の女の子のファッションってどんなみたいなので聞き回ったりとか、それですごい取材力みたいなのがすごいなんか自然に鍛えられていったんですよね。だからバスもそれでものすごい取材して、確かにあの運転手さんの話って面白いんですよね。あの完全に別世界の話だし、やっぱ働く車ってストーリーがあるっていうか、新幹線もそうですし飛行機もそうなんですけど、やっぱバスなんで、きっとトラクターとか取材するときっと面白いでしょうね。ああ、うん、うんちゃん物語、うんちゃんもやばいと思います書けないのがいっぱい出てくるとお客さん乗ってくるのがやっぱドラマなんです。あ、でも確かにそうかもしれないですね。同級生乗ってくると同級生のあの子供あの産んでたっていう本当に初恋の子が乗ってきて子供産んでたって話は本当にあって、なんか見応えするような、そうそう、この話はいいですね。本当にあるんすかみたいな、あるんだよって言って、へーみたいな、地元なだけにね、地元なだけに、うん、そうですね、確かに人が絡んでくるのは、だからそうするとやっぱバスって舞台はいいのかもしれないですね。運転手さんの取材の時にどんなことを聞いたんですか？はい、そうですね、基本的にはやっぱ今まで印象的なエピソードとか、印象的なお客さんいましたかとか、あとはまあその綺麗なロケーションどこですかとか、基本的にはその3つでずっと話を掘っていった感じですね。うん、なのでエピソードにはできないかったんですけど、例えば、運転席の後ろに子供がすごい乗りたがるんですよ。うん、で子供は運転席を見て運転の真似するらしいんですね。なるほど。うーんみたいな、でうーって言ってるからなんだって思ったら、うーってすっごいハンドルを切る真似してるみたいなのとか、かわいいです。そう、かわいいですよ。あとは田舎に行けば行くほど、あの田舎の路線、赤字路線も長崎バス走ってるのがすごくって、やっぱりその地元の足っていうことは、赤字だろうが走らせるっていうのは長崎バスのすごいところなんですけど、そういうところの農家さんがバスにお辞儀するんですって。こうやってクワでこう作業してるの手を止めて、どうもありがとうございますみたいな。は
いい話って思ったんですけど、ね、バスサイドからしたらそんなあの、まあ、お客様にそんな、ね、自分から言うわけじゃないっていう、そっかそっかみたいな、うん、なんかいろいろありましたね。あの、うん、温泉に行くおばあちゃんがいて、毎回必ず温泉に行くためにバスに乗ってくるんですけど、そのおばあちゃんが運転手さんってあのお手紙書いてきたんですって言って、えなんでどうしたんですかって言ったら、今日が最後なんです私って、明日から施設に入るんですって言って、でもらった手紙が全部短歌っていう、へえ、何かありがとうございましたとかじゃなくてひたすら短歌、なんかすげえ話だなって思って、うん、すごい話ですよね。そういうのがいっぱいあるんですよね、本当バスの周りって。そういうのが山盛りで話を作っていきましたね。なのでだからこうロケハンの最中とかも立石と私が基本的にバスガイドさんみたいになってて、うん、こちらがなんとかですみたいなこちらなんとかって教会なんとかっていう人がないってなんとかって生い立ちでみたいな「コピーライターに聞け」では皆様からのご質問ご意見を募集しています。コピーライターに聞いてみたいことや番組へのご感想などぜひお寄せください。宛先は podcast@tcc.gr.jp です。メールをいただけますとチーム一同大変嬉しいです。この番組は東京コピーライターズクラブがお送りいたしました。東京コピーライターズクラブ通称 TCC は東京を中心に日本全国で活躍するコピーライター、CM プランナーの団体です。